皆さんこんにちは。本日は東京ディズニーシーに来ています。まあ、一応このように東京ディズニーシーはなかなか素晴らしい風景がありまして、私も余裕を持って楽しみたいなと思っていたところですが、残念ながら私はこの週にですね、残念ながらテストが入ってしまっていて、本来テスト勉強しなくちゃいけないような状態なんですね。そこでですね、テスト勉強するのに良さそうな東京ディズニーシーのカフェはどこなのかっていうのを調べます。全部テスト勉強以外もやります。一応ですね、このようなボックス席的なところを確保しまして、まあ、本来カップル用みたいな感じなんでしょうかね。まあ、私はそんなこと全然気にしません。ということで、まあ、作業を開始。まあ、ちなみに、私が今やろうとしているのは、まあ、テストにはあまり関係ない、まあ、比較文化論っていう、まあ、日本とドイツの文化を比較しながらやるレポートですね。これはちなみに、ポップンシュリンプですね。一応セバスチャンのカリブソキッチンに注文しました。セバスチャンのカリブソキッチン、アンダーザシー、まあ、トリトンズキングダムってエリアにあるんですけれども、アンダーザシーでポップンシュリンプを食うっていう、もうなんかあの飼われなんだペットショップで飼われている鳥の前で焼き鳥食うみたいな、そんな感じのプレイをやってのきました。さて、一応ですね、このレストランで行った感想としては、ちょっとレポートをするにはファンタジーすぎるような、そんな感じですね。ちょっとなんか著作権とかが怖かったので、まあ、一応流してはおりませんが、音楽をね、すごくファンタジーな音楽が流れていて、勉強って感じではなかったですね。一応この後はワールプールに乗りましたね。楽しかったですけれども、普通に気持ち悪くなってしまいました。さて、ここでも一応このような感じのボックス席を確保。そしてですね、ここで注文したのが、一応フェアでっていうかな、やっている、このシャインマスカットですね、のタルトですね。さて、勉強開始。一応私がここでやっているのは、一応私建築を学校で学んでいるわけですけれども、まあ、一応構造に関する、まあ、計算ですね、そういったものをやってますね。一応タルトをこのようにパクついて、で、もうちょっとこの勉強結構難しいんですよね。難しいっていうか、なんかあんまりよくわかっていないような状況なので、まあ、あとその日結構曇天でモヤモヤした空気だったのか、すごくなんかイライラ感があったんですよね。そのような中、まあこのケーキを食べて水を飲んで、まあなんとかリフレッシュしながら勉強をしているというわけです。ファイルが名探偵コナンですね。東京ディズニーシーなんですけれどもね。まあ仕方ないです。ディズニーファイル実は私一つも持ってないんですけどね。なんか T シャツディズニーのやつは結構たくさん持ってるんですけれども、ファイルはなんかコナンのなんか毎年映画を見に行くたんびになんか毎年買っちゃうやつを結局使っているというような状態ですね。ちなみに上記も名探偵コナンのやつですね。ちょっとかすれてしまってますけども、さて、まあ、勉強をまた再開していくというような感じですね。で、このレストランの結構音楽が良かったんですよね。ちょっとだけ流しましょうかね。はい、こんな感じなんですけれども、結構モチベーションが結構上がるような、結構やる気を引き立たせてくれるような、そんな感じの音楽が流れていて、割とこのレストランは勉強するのには意外といいのかもしれないなというふうに思います。スマートフォンをいじっている画面をちょっと流しながらそういうことを言うのもあんまり説得力がないですけど、なんか、まあ、結局のところですね、まあ、このようにちょっと、まあ、その気候っていうか天気がもやもやしていた上に、単純に内容もあんまりよくわからなかったので、もうなんか結局30分ぐらいで引き上げてしまいましたね。ただレストランは結構良かったですよ。で、この後は一応ですね、センターオブジェアス近くにあったので、センターオブジェアスに乗りましたね。すごくもやもやしてきた気分で一応センターオブジェアス乗りに行って、一応25分待ちぐらいだったかな、だったんですけれども、まあ、乗り終わった頃にはものすごくスカッとしましたね。
本当にセンターオブジェアスには感謝しかありません。さて次がラストのレストランです。レストランの隅の方の座席を確保しまして、ようやく課題を開始します。隅に購入したのはミネストローネ480円です。さて課題を開始します。ちなみにこのレストランの分に関しては、まあなんか結構お客さんが多くて結構ガヤガヤしていたので、まあ普通に音楽も流していいかなって感じにしていますね。でですね、このミネストローネスープなかなか美味しかったんですよね。この上にジェノベーゼソースみたいなのが乗ってて、これが結構味強かったかなと思うんですけど、でも多分ミネストローネのスープ単体も相当美味しかったっていうか、結構レベルの高いものだったんじゃないかなと思いますね。その豆とか麦とかが入っていてボリューム感もありました。で一応課題をやるのもこれが最後と、今日は最後ということもありまして、キーボードを叩くても結構強くなりがちです。さてそろそろ終わるところでしょうか。そうですね、あ終わりましたね。今回は3軒のレストランで、まあ、一応勉強や課題などを進めました。一応個人的にはこのホライズンベイレストランが一番いいかなと思いましたが、まあディズニーシーで勉強するのはまあとっととやめた方がいいっすね。